会社もの利用にくれる平和な村。村の人々から丘のお屋敷と呼ばれている山本家の霊場トシコと、村の若者光一とはいつの頃よりか淡い恋心を抱き合っていました。緩やかな丘の斜面に二人が語らっていたのに、勇ましい爆音を響かせながら飛行機が飛んできました。ああ、飛行機が飛んできた。まあ、ずいぶん高いわね。愉快だろうな。あんなに大空を自由に飛べたら。ねえ、トシコさん、あなたは飛行機が好きですか？ええ、あたし大好きよ。それに、うちのお兄様が陸軍の飛行隊員なんですもの。ああ、そうですか。僕は三度のご飯よりも飛行機が大好きなんです。飛行官になった夢を今までに何度見たかわかんないな。ああ、飛行官になりたい。僕は飛行官になったら名誉も金も何にもいらないな。あら、そんなに飛行機がお好きなら東京へ出て民間飛行場に入って研究をなったらどう？僕は百姓のせがれです。飛行官になる資格なんてありませんよ。まあ、お百姓の息子だってなれないはずはないわ。僕のうちは貧乏です。僕は貧乏人のせがれです。もしあなたが本気で東京に行こうと思うなら、あたしお父様にお願いをしてお金を出してあげるわ。なんですって？あなたは、僕はこの村にいるのがそんなにお邪魔なんですか？もう僕は取り引きありません。いざ一問だって理由なしに人から金なんかもらいたくない。行為の言葉も純情な若者には皮肉と侮蔑としか感じられなかった。訓練として立った光一は万難を排して上京しました。しかして東京の郊外なる飛行場において一気前進、感激と努力の2年、立派な飛行士となることができました。時あたかの亡国との間に戦運がみなぎり、ついに戦線は布告された。行け戦場へ正義の矛を取りて、訓告のために。